立花字から1929年2月5日は、日本の農業指導者、政治家、家族、貴族院伯爵議員、陽名、慶丸。第12代穴川藩主、立花友の次男として生まれる。慶応4年8月立花家一門の立花大学家の養子となるが、1873年1月に、兄、官僚が病死したため、 1874年2月14日、実家に復席。同年12月28日、父の隠居に伴い家督を相続した。1884年7月7日、伯爵を助釈した。同年者、学習院で学んだ。農学による布告の実現を志し、津田線の学農者農学校に入塾した。1885年9月1日、 三大育種場長補に就任したが、翌年に育種場は廃止された。1887年、福岡県山都郡中山村に中山農事試験場を設立し、作物の試験栽培、種苗交換会、農団会の開催、出版物の観光などを行い、地域の農業振興に寄与した。1889年、抜き族を変え柳川に移住。九百十五年、 農事試験場は立花農場と解消。また、水産、農産の缶詰製造を行う、高産技者の育成にも尽くした。1890年7月、貴族院伯爵議員に選出され、1904年7月までに行き、在任した。その他、東京府下役会議員などを務めた。ありがとうございます。